でもすぐ近くにいたと思う。ね、近くにいんねん、もう一人。多分もうちょっと左にもいると思うね。そうですね。あれはあげるんだ。昨日裏にいんやな。ローディン、ここいますんでね。はい、ちょっとフルを取ってもらってもいいですかね。来ます。見えへんねん。ちょっと弾道やめさせてもらって。なへんかな。見えへんねんな。こっちからじゃ見えへんけど、俺も撃たれへんのかな。ちょっと適当に撃ってもらえます。手前おらへんかったらな。一人なんかな。そうっすね。余裕なのか。溜まってて。ここやな。あ、やっつけた。ね。いや、早いもん勝ち、早いもん勝ち。さっきもこういう風になったんとちゃうんかな。諦めて歩いて帰りや。多分来てもらえると助かるよね。いや、もう助けに来る味方もおらへんやろ。すみません、頼みましょう。はい、チーズ。はい、チーズ。OK です。おーい。え、まだ弾飛んできてんな。どうやんちゅうの。どうやん。スピードの差が。動いてる2人見えるんだけど、気づいてるよ。あ、どうした、どうした、これ、どうした、これ、どうした、違う。下の、その下です。うん、40m ぐらい下だ。ヒロ、あそこ、あ、分かった分かった。あ、動いてるんだけど、届かねえ。抜けらんねえ。うん、多分抜けないですよね。全然足だけで。よし。パタパタ全然みんな離脱していく。
だって見えるんだもん。見えるんだけど。皆さん、今20分です。あれ、もう20分なんだ。あと3分の2残っております。3戦目も考えるとまだ1時間残っております。そんな3戦目、そんな先のことなんか知らねえなっていう。まだ20分ですよ。そういうともう20分過ぎちゃった。もうもうちょっと楽しまなきゃ。もうあとはね、もう皆さんの技量で一回食らってもらう。いやー、もうもう俺やりきった感がすごいんだけど。さっきと違って。銀駒もいるんで、いっぱい。さっき40分ぐらい自分で創作してたんで。まだそこいる？あれか。あ、人？わかんねえんだよな、あれヒットされてるのかどうなのか。お、当たったんや。当たるじゃん。なんかヒットで止まってるのがずっとそこから動かないですよね。いや、ずっとこっち向いてたんでね。一応こんなんでもスコープついてると。いや、今緊急つけました。わかる。おお、まだいる。ええから、黄色チームは俺のライトを探してください。え、かっこええ風でめっちゃかっこ悪いこと言うてるみたいな。もう登ってくんな、言うて。はい。動けません。もう。もしくは、黄色チームの方、復活できないと判断したら、戻ってもらってもいいんで。足つってるらしい。もう、もう、滑って降りるしかないわ。誰呼んだの？あらま、セクハラ、まだいる。鉄、鉄になんか道が入ってた。もし、助からないと判断してます。した人たちは下まで降りてもらっても構いませんよ。っていうか、もう敵にタッチされたら帰ってもらうでええんじゃないのみたいな。もうそれ自己判断で、もう言われちゃうんで。まあルールですし、ないんやったらね。まあでも自己判断でいいから、追い打ちはかけたくないですね。僕なら戻ります。降りてもまた登るのがめんどくさい。そうなんだよね、それはわかる。何かワンチャンを狙いたい気持ちもわかる。それか、人数を連れて戻ってくる。今も一つです。ああ確かに、降りて人数を確保して今こう山の上こうなってるからっていうのもあるんだよね。僕だったら戻る。奪還はできない。じゃあ、また抜けてあげます。そうですね、とりあえず総人数で抜け切れる山じゃないですね、今の状態は。だから2人登ってきて、でも考えたらこれ降りなきゃいけない。安心してください、3戦目ありますから。
言うときますよ、僕3戦目は商売に徹します。それもありです。移動したら戻らないと。何かあるらしいです。そういうことです。何かね。何かがある。何かがある。何かしないかは自由だけど何かがあります。何かはもちろんあります。俺のライト拾った人には特製 T シャツプレゼントします。おっと。ちょっと探しに行きますか。スタッフがスタッフはね。拾ったのがスタッフでした。わあ、すろける。純粋に真ん中に行きます。お願いします。ああ、本当降りたくないですね。でもやっぱ山頂も来たからね。山頂見とかないとね。まあそうですね。ここまで高いと思わなかった。若干見えないから海が見えるんですよね。あ、そう。このはちょっと曇っちゃってるんで。しかもそよこの苗場がいっぱいある。そうですね。前回よりちょっと木伸びてますよね。伸びてる。こんなに見づらかったけど。必殺取れない。本当に持ってくるのがやだ。めっちゃ。下でこうやってこうやって。カメラ休憩さそう。ちゅうか撮ってへんかった恐れあんなこれ。あ、そうでもない、大丈夫、撮ってるはずや。どこまで食っていけばいいのかもわからないんだよ。わからないでしょ、みんなの後ついてるしかないんだよ僕らは。まあ、ここまで俺なんか勝手な行動したら俺らの方が犠牲になるだけだからね。もう最後の頼みはこいつです。このロープより外に行かへんかったら大丈夫です。でも結構色飛んでるから気ぃつけんとまたいちゃうかもしれない。こう高いとこにあってもうくぐってまうとかね、あるんですよね。確かにそうですね。これだけこう点差があると、なかなかこの直線上の黄色の下は皆さんまったりしてますね。もうまったりしてます。こっちがすごい滑るんで気をつけてください。こっちがすごい滑るんで気をつけてくださいね。午前中の勢いがないんだけどな。午前中勢いありすぎたんかもしれんな。逆に使いすぎた。これでもなんか変な音した。まだ密かに誰かいんのかな、そこ。あー、大丈夫大丈夫。あれでしょ、サイドセブンのザクのモノマネしたんでしょ。こういう感じ。年がバレるって。分かる人にしか分かんない。もう一人に受ければ十分です。めっちゃ愚痴ってる。喧嘩しないで。結構下の方も大きく暗そうなものですよね。正直かなり下のところで射程外のところで手を振ってるってことは、ここまで誰も来てないんですよ。全然飛ばない。嘘。私はライオンタイムじゃないよ。今現在俺の1、2、3、4人死んでる。死んでる。でこっちと2人死んでる。なんで？なんだかんだ言うとみんな降りていってるな。